Hello, my name is Malikar. Nice to meet you. Welcome back to Thrice into the Skies in Common Chapter. So we ended up that we needed to put. Okay, that if I encounter it. Yeah, the earthquake signals, right? Okay, let's do it then. Right. Well, that showing the map. There was one here. Here and here. It says here. Talk to every question down back to this guild. I think here. Midpoint of the Caldea tunnel near the first bridge in front of Lazen Front. Lazen Front. Okay. So I need to backtrack myself to Zace. Okay, gotcha. Exterminate, I guess. Oh, damn. Okay. Get this. Already save him, okay. Oh, good. Okay, calm down. All right. They don't like air. Okay, air. I don't have air. Wait. Okay. No, that's too many. Okay. Okay, good. Fucking die. I said fucking die. Like this. Oh. There we go. Craft. Impede. Let's impede nothing. Take it. Oh, for a moment I thought it was going to explode. Yeah. Oh. Leystone Yosai. Nandaka sugoku natsukashii wa ne. 私もそんな気がする。お姉ちゃんたちと別れた時は夜だったから印象が違うけど。まあ前回が潜入なんていうろくでもない用事だったからな。その分懐かしさが増すんだろう。めめそんな面白いことに僕を呼んでくれなかったとは。君たち白状じゃないかね。なんであんたをわざわざ呼ばなくちゃならないのよ。それよりも早速測定器を設置しちゃおうか。いやまずは門番に設置許可を取った方がいいな。キリカが連絡したはずだから多分すぐに話は通るだろう。うん、オッケー。 I was breathing a little bit。 ここは王国軍の本拠地レイストン水上要塞だ。民間人の立ち入りは遠慮してもらっている。お引き取り願おうか。私たち遊撃士協会の人間なんだけど。おお、あんたたちがそうか。司令部から話は聞いてる。何かの装置を設置するらしいな。話が早くて助かるぜ。早速設置したいんだが勝手にやっちまってもいいのか。ああ許可は出ているから好きなように設置するといい。ただ舗装路の上には設置しないようにしてくれ。車両が通るときに困るからな。うん、分かったわ。それじゃあ適当な場所を探しましょう。うん、そうだね。 What is a good place? Around here? Here? Good? No? Here?
You're not good? Okay. Maybe. Oh, okay. さてと、ティータ、どのあたりに設置しちゃう？うん、ちょっと待ってて。舗装路以外で置ける場所って言ったら。近くに照明があるけど、これだけ離れてれば大丈夫かな。サイスはあっちだから。看板の手前になっちゃうけど、この辺りがいいと思うよ。早速測定器を設置しちゃう。それじゃあ設置作業を始めるね。ちょっとだけ待ってて。うん、設置完了だよ。へえ、組み立てるとこんな感じになるんだ。ところで、このお皿みたいなの何？パラボラアンテナって言って、動力波を集中するアンテナなの。強い動力波が送れるからかなりの遠距離まで届くし、カルデア水道みたいな場所でも届いちゃうって言ってたかな。それは大した代物だね。ちなみに市販の予定はあるのかい？私にはちょっとわかりませんけど、でもおじいちゃんの発明だから半年後には市販されると思います。それは楽しみだね。いまいち凄さが実感できないんだけど、一応これで地震の情報を送れるようになったわけね。まだ起動してないから、今スイッチを入れちゃうね。これで起動も終わりだよ。お疲れ、ティータ。アンテナとか壊れやすそうだけど、ここだったら魔獣の心配もないわね。それにこの装置には街道灯みたいに魔獣よけの機能がついているから、他の場所に設置したとしても心配はないと思うよ。そっか、だったら安心ね。おお、やっているようだな。父さん！おっさん！久しぶりだな、エステル。遅くなってしまったが、強化訓練ご苦労だったな。もう、ご苦労だったじゃないってば。何よ父さん、どうしてこんなところにいるの？これでも軍の一員だ。作戦本部の拠点もあるし、ここに詰めていることは多いぞ。そうだったんだ。確か作戦本部長に就任したそうじゃねえか。ああ、モルガン将軍に何度も何度も説得されてな。最後は根気負けという感じさ。おかげで休む暇もない毎日だ。そりゃ日頃の行いのせいだろう。ご愁傷様。でも父さんの軍服姿って最初は違和感があったけど、改めて見ると結構板についてるじゃない。当たり前だ。これでも昔は王国軍切手の伊達男で鳴らしたくらいだからな。リシャールなど目じゃなかったぞ。もうすぐに調子に乗る。でもよかった。忙しいって聞いてたからちょっと心配だったんだけど、思ったよりも元気そうじゃない。ま、今のところはな。それよりもギルドからの報告書を読んだぞ。早速ルーアンで現れたそうだな。見喰らう蛇の手先ね。報告書の通り、予想以上にヤバい連中だぜ。軍では対策を立てないのか？早く情報部に代わる機関を立ち上げられればいいんだが、ようやく正規軍と国境師団の再編成が終わったばかりでな。今のところ
調査に関してはギルドに頼らざるを得ない状況だ。今回の奇妙な地震についてもお前たちの調査を当てにしているぞ。たく、そんなことだろうと思ったぜ。ま、父さんに頼られるなんてめったにあることじゃないしね。ここは親孝行をしてあげますか。ふん、言うようになったな。新しい服も似合っているし、少しは女っぷりも上がったようだ。ヨシュアが見たら驚くだろう。そうだといいんだけど。カシウス准将。あ、シード少佐。こらまた久しぶりだな。久しぶりだね。ラッセル博士の誘拐事件では君たちにいろいろと迷惑をかけた。いずれきちんとした形でお詫びしたいと思っていたんだ。いいってば。代わりに逃がしてくれたんだし。あの助けてくれて本当にありがとうございました。そうか、そう言ってもらえると助かるよ。ちなみにシードはクーデター鎮圧時での活躍でこの度中佐に昇格したんだ。これからはシード中佐と呼ぶといい。准将。へえ、そうなんだ。おめでとう、シード中佐。おめでとうございます。よかったじゃねえか。あんたみたいな人間は評価されて叱るべきだぜ。あそう、ありがとう。当たり前のことをしただけだから少しばかり面はゆいんだがね。またまた、ほんと謙虚なんだから。シードにはもう少し前に出ることを期待したいな。でないと俺がいつまでたっても引退できなくて困る。お言葉ですが、あなたに簡単に引退されては困ります。少なくともモルガン将軍が退役なさった後にしてください。いつの日になることやら。そういえばシード、俺に用事があるんじゃないのか。はい、実はモルガン将軍が予定より早く到着なさるそうです。あと半時ほどで発着場に到着するのではないかと。やれやれ、あの方もせっかちだな。そういうわけでこれから早速軍議がある。本当にすまんな、エステル。ううん、気にしないで。少しでも話せて嬉しかったわ。ああ、俺もさ。アガット、すまんがエステルを頼んだぞ。声優劇士になったとはいえ経験不足なのは確かだからな。ああ、任せとけ。ティータも随分と頑張っているようじゃないか。不祥の姉気分ですまないが、よろしく手伝ってやってくれ。わかりました。それとゴスペルの解析のことなんですけど、思わぬヒントが見つかったっておじいちゃんがはしゃいでました。そうか、それは期待できそうだな。博士によろしく伝えてくれ。はい。オリビエ君も負傷の娘を手伝ってくれているそうだな。例の件は抜きにして礼を言うぞ。それには及びませんよ。せっかくのオペラの第二幕、参加しない手はありませんからね。ふん、まあいいだろう。ただ君自身の目的をおろそかにしないようにな。ええ、肝に銘じましょう。さてと、それではな。なかなか直接手助けできんが、ギルドの手に負えないことがあればいつでも連絡してくるといい。できる限りの力になれるはずだ。うん、当てにさせてもらうわね。父さんもお仕事頑張ってね。モルガン将軍にどやされん程度にはやるさ。行くぞシード。は
思った以上に父さんたちも忙しそうね。こりゃあギルドとしても負けてはいられないわね。ああ、そうだな。きっちり結果を出しておっさんの鼻を明かしてやるか。よし、この場所は OK だな。この調子で残りの測定器も設置しますぞ。了解。 Right, so next was check. Okay, wait. Stone circle north of Trad Plains. Trad Plains, okay. Now, where is it? Ah, here. Trad Plains. Am I blind? It was here, right? The Trad Plains are here. Chaldean Hills, Erlet, Sankai Gate. Trad Plains. It's around here, right? Oh, wink. Okay. I'm like this. Little by little. The exit, no. Okay. Little by little. No stone circle. These are stones, but it's not a circle. Oh, okay. ストーンサークルっていうから何かと思ったけど、意味ありげな石柱ね。遺跡のようだが、ゼムリア文明よりも前だろうね。単純に岩を切り出して直立させただけのようだ。ゼムリア文明、古代に栄えた動力技術文明か。あのシリンの塔や城の地下にあった封印区画もそのゼムリア文明の産物なのよね。ああ、そうらしい。確かにその辺りとは全く関係なさそうな代物だな。おじいちゃんが言うには、この場所は七葉脈の流れが強く測定される場所らしいです。この石柱が建てられたのも何か宗教的な意味があるかもしれないって言ってました。なるほど、七葉脈の流れを調べるにはうってつけなわけね。でも測定器を設置するとしたらどのあたりがいいのかしら。そうだね。地面もしっかりしてるし、遺跡の基盤もなさそう。方位の確認もよし。お姉ちゃん、ここで大丈夫だと思うよ。早速設置しちゃおうか。それじゃあ設置作業を始めちゃうね。ちょっとだけ待ってて。 Finally we found it。 これでよしっと。それじゃああとはスイッチを入れるだけね。ちょっと待ってて。どこから湧いてきたものやら。どうやら装置の中の結晶回路が目当てらしいな。蹴散らそう。Nice. Get it, Tira. Okay, no. Now that you are here, I can do this. No, I can do this. To you. And it didn't help too much.
Come on, Ollie. Okay, we got him. Ouch. なんとか追い払ったか。見たこともない色の羊人だったけど。多分エルナンが言ってた新種の魔獣だろうな。怖かった。ティータ君、大丈夫かい？怪我していたら手当てするから遠慮なくお兄さんに言いたまえ。大丈夫ですよ。みんなが守ってくれましたから。それよりも早くスイッチを入れなくちゃ。起動完了です。お疲れティータ。よし、これで2個目だな。ラスト1つ設置しに行くぞ。オッケー。 So be like, how did I got here? Not really, how did I got here? Okay, so we are here. Wolf Fort. Okay, soWe came from here, in which is... I'm so dumb. Right here. I was standing here. I did all this circling going around. I never opened the freaking map on. So yeah, Cornelia entrance. Done. Or if you come in from Zeiss.All the way up. Or if you see the wolf fort, it's not that entrance. There is one up here. Now back to Zeiss. Back to Zeiss. Okay, we know he's under a tunnel here. So, he was talking to him, right? Everyone, how are you for your help before? By the way, got used to your new model orbits yet? Got to get used to them more than learn them, as they say.Anyway, I need to do something about my own work. Okay. Good for you. I'm going to the tunnel. B1. Say the center. The center. The freaking center. Not the middle, not the east. The center. Of Kaldian tunnel. The center. Let's see. For me, the center could be here. This will be the center for me.Okay, let's see. I got them. Ooh! This is not a center for me. Is this a center? There's light here. Maybe this is a center. If this is a center, then... Oh, fuck.Go away. Go away. Okay. This is not the center. Okay. So we're up here, which is not a center, right? This is not a center. There's a checkpoint there. Ah, wait, the center of... Is the checkpoint still the road?The tunnel, I mean, if the checkpoint is still the tunnel, then that means in between the two. Oh, okay, okay, okay. Ah, so it should be here, it should be here. I guess. I don't remember. Ah, that's nice. Are they trying to tell me something? Oh, okay. カルデア水道の途中にある最初の橋ってここでいいのよね?どちらかの岸に設置しちゃえばいいと思う。こっちは回復装置があるからやめておいた方がいいかな。とすると、アンテナをザイス方面に向けるとしたら。大丈夫かな。
思うよ。早速測定器を設置しちゃう。それじゃあ設置作業を始めちゃうね。ちょっとだけ待ってて。 If something comes to hit me, I'm gonna hit back. うん、これでよしっと。それじゃああとはスイッチを入れるだけね。うん、ちょっと待ってて。ふう、起動完了だよ。おう、ご苦労。あ、エステルちゃん。あー、カネロスさん、それにシェラネーも。久しぶりだね。こんなところで再会できるなんて思ってもみなかったよ。しかもどこかで見たような男が一緒にいるみたいだし、確かあんたエルモの温泉に投入しているんじゃなかったの？これには海よりも深い事情があってね。はいはい、単なる好奇心ね。うん、そうみたい。二人ともひどいわ。あのお久しぶりです、シェラさん。あらら、ディータちゃんも一緒だったのね。そういえばキリカさんが地震の調査でラッセル博士の協力を仰いだって言ってたわね。それで手伝ってくれているの？そうなんです。アネラスさん、どうしたの？ぼーっとしちゃって。ダメ。もう我慢できない。え？確かアネラスさんって無類の可愛いもの好きだったっけ。ティータちゃんって言ったっけ。私アネラスエルフィード、アネラスお姉ちゃんって呼んでね。ふにゃっとした顔も可愛すぎる。シェラ先輩、お持ち帰りにしていいですか？気持ちはわかるけど我慢なさい。そこにいるお兄さんが怖いわよ。なんで俺に振りやがる。ところでシェラネ、どうしてこんな場所にいるの？ひょっとして私たちを探してたとか？いや、ただの偶然なのよ。ちょうど空賊団と特務兵の手がかりを追っている最中でね。え、空賊と特務兵って逃亡している残党のこと？確かまだ王国軍も捕まえていなかったはずだな。何か手がかりを見つけたのかよ。それがギルドに何件か目撃情報が入ってきてるんですよ。どれも信憑性は低そうなんですけど。一応その中から気になる情報だけでも確かめようと各地を回っている最中ってわけ。それよりも聞いたわよ、見喰らう蛇の手先がルーアン地方に現れたそうね。うん、怪盗紳士とか名乗ってる仮面をかぶった変なやつだったわ。キテレツな格好はともかく相当腕の立ちそうなやつだった。まともにやり合ったらかなりヤバかったかもしれねえ。アガット先輩にそこまで言わせるなんて。見喰らう蛇、かなり危険な組織みたいですね。危険というよりも得体が知れないと言った方が正しいかもしれないわね。もし私たちの力が必要なら遠慮なく言ってちょうだい。ギルドを通せばすぐに連絡がつくと思うから。うん、そうさせてもらうね。シェラネーたちこそ何かあったら私たちにも連絡してよね。すぐに飛んでいくから。当てにさせてもらうわよ。せっかく再会できたけどこんな場所で話すのもなんだし、私たちはここで失礼させてもらうわ。あ、うん、残念だけどしょうがないよね。うわぁ、そんな殺生な。せっかく再会できた恋人に少し薄情だとは思わないかね。あら、
だったらこのまま私たちと一緒に行く？今夜は再会を祝してとことん飲むとしましょうか。あ、いいですね。私も割と飲める方だし。気をつけて行ってらっしゃいませ。まったく、もうすぐに自爆するんだから。軽く見るわけじゃねえが、それでも女だけの二人旅だ。あまり無茶すんじゃねえぞ。あ、アガット先輩が気遣ってくれるなんて、どういう風の吹き回しですか？喧嘩売ってんのかこれ。冗談ですってば。あ、そうね、忠告は受け取っておくわ。アガット先輩、お元気で。エステルちゃん、ティータちゃん、今度会ったら一緒に遊びに行こうね。うん、よろ、さようなら。こんなところでシェラ姉たちに会えるとは思ってもみなかったな。ティータ、大丈夫だった？アネラスさんに思いっきり抱きしめられてたけど。大丈夫だよ、ちょっとだけびっくりしちゃったけど。あ、悪い人じゃないから勘弁してあげてね。それにしても空賊と特務兵の残党か。どちらも結社らしき影が背後に見え隠れしていた連中だ。あいつらの頑張り次第では重要な手がかりにつながるかもな。これは私たちも負けてられないわね。とりあえずこの場所はもう OK よね。ああ、これで全ての測定器を設置し終わったな。じいさんが待っている中央工房の演算室に向かうぞ。 OK、 中央工房の5階だったわね。 Alrighty, let's go. All the lights are passing by And all my thoughts they multiply I see it flash before my eyes I see the